Hey guys, it's K from Asian Boss. Did you know that over a dozen Japanese citizens were abducted by North Korean spies during the 1970s and 80s? After almost four decades, Japan certainly hasn't forgotten about these people. Even the US President Donald Trump addressed the issue in his recent trip to Japan. It's a very, very sad number of stories that we've heard, and they were abducted in all cases by North Korea. And we will work with Prime Minister Abe on trying to get them back to their loved ones. So our Asian Boss reporter Senna hit the streets of Osaka, Japan to find out how Japanese people feel about this issue. Let's see what they had to say. トランプの日本の訪問によって北朝鮮のスパイによる日本人の拉致問題が改めて取り上げられました。拉致問題がどういう問題か教えてもらえませんか？あれこれ 4,50 年経つの違うかな。あのだいたい日本海沿岸からたくさんの日本人が北朝鮮の人にあの工作員っていうかな拉致されていって、小泉首相の時に北朝鮮行って北朝鮮 の, その首相の2代目の人でしたかな、その人があの認めて10年ぐらい前に何人かの拉致された方たちが、まあ、帰国することができたんですけど、まあ、今でもやっぱりこう帰国を待ち望んでいるご両親たちもいて、もうでもその方たちももうご高齢でもう80代90代ぐらいでもうなんか亡くなられているかもしれないし、もしかしたら、殺されているかもしれないっていうような。この問題は日本人にどれほど問題になってますか？若い方にはあまり身近には感じられてないかもしれないんですけど、私と同世代の方は身近には感じていると思います。ある程度全くほとんど深刻ではないと思いますよ。そのニュース自体もその一瞬で報道されてそれで終わるじゃないですか。だから深刻に捉えられてないんですよ。自分のことじゃないからいいやみたいな。あの日本人すべての国民が知ってると思います。あの映画にもなったし、横田めぐみさんのことを取り上げた映画です。歩いてる時に 後ろからなんか 袋をかぶせられて船に乗せられて北朝鮮に行ったっていう映画ですね。で40年経つ今でもなぜこれだけ感情的なんだと思いますか？その人のこう拉致られた後の人生を考えると、なんか何のために生きてきたんだろうとか、何で生まれてきたんだろう、多分すごいいろいろ自問自答されたと思うので。連れ去られてその後の残った遺族っていうのはどんな気持ちになるのか想像するだけでもう胸が痛みますね。私も子供を持つ親なんで、40年経っても親は子供のことを忘れられないであろうから、すぐにでも明日でも返してほしいです。トランプ大統領が拉致について話したことはご存知ですか？知ってます。その時日本人としてどんな感情に駆られますか？一緒に同調してもらえるので、まあ、少しありがたいなと思いました。一つの国だけじゃあの解決できないことなので、多分いろんな国の方も拉致されてると思うんですよ。個人的にトランプ大統領の言葉とか行動ってなんかちょっと攻撃的な部分が見受けられたりとか、解決に向けて何か動こうとしてるのかなって思うところがあったので、アメリカの大統領がそういう拉致に関して報道されたっていうことは大きな、あのなんかちょっと助けになるんじゃないかって。もしこれでトランプさんが動いてくれ、何らからもっともっと動いてくれたら、あの進展に進むと思うんですけど、今の状況ではあんまり期待はできないように思うんですよ。北朝鮮とアメリカの緊張感の中で拉致問題の交渉ってこのタイミングで難しいと思いますか？他の問題が浮上している中でさっと拉致問題を入れてもなんか霞んでしまうようには思いますけどね。アメリカ自体って北朝鮮、悪い言い方したら潰したい、それは違う意味ではいいあれなんちゃうんですか。アメリカにとってはタイミングちゃうんですかね。うまいこと絵出しが出てきたっていう感じちゃうんですかね。北朝鮮によると13人拉致された中で5人は帰ってきて残りは亡くなったと主張しています。あなたはこのことを信じますか？亡くなったっていう言葉は信用できないですね。でめぐみちゃんは私と同じぐらいの同年齢なので、50ぐらいで亡くなるのはちょっと早いんじゃないかなと思うので、 DNA 鑑定とかいろいろ
問題があって、本人でないことが分かっておりますし、どっかに生きてまだおられるんじゃないかと思いますね。実際何十年も前のことなので、北朝鮮の政府は亡くなってると主張してる上、まだできることはあると思いますか？国で言ったらそれはまあお金かもしれないですけどね。でももうその家族、被害者家族にとってはもうその国なくなればええんちゃうかって思ってる人は思ってんちゃうんですか。ただ一概に北朝鮮全体が悪いとは言えないんで、僕らもそこら辺は何とも言えないですね。要求はあくまでその上の人らじゃないですか。多分そのご家族の中ではもうただ一目でも会いたいってまだ思ってる方たちもいると思うんです。でもしその拉致された方が亡くなられているのであれば、拉致られた後こうどんな風な生活をしていたのかとか、だからそういうことを知りたいんじゃないのかなって。亡くなった証拠を、まあ、提示してもらったりとか、まあ、その亡くなったんだったら、まあ、その被害者の遺族に対しての謝罪だったり、まあ、そういう形があるのかなとは思います。北朝鮮自身が調査をするか、あるいは第三者的な世界のどっかの国がそういうふうに北朝鮮に入って長期にわたって調査していただくことによって真実が出てくるんじゃないかっていうふうな期待はありますね。 Thanks, Sena. Obviously, this is a deeply emotional issue for those who are close to the victims, and we hope that there can be some closure for all of them in the not too distant future. For more authentic perspectives on the latest news and cultural trends from Asia, be sure to subscribe to Asian Boss and follow us on our social media too. Thanks for watching. See you in the next video.